はい、どうも、私も金メダルをかじりたいです。よろしくお願いしまーす。 えー、本日はですねまあもう前回に続きましてといいますかあ帰り道というゲームのね2回目であり最終回の動画になってございますね今回はもう前回よりもね、えー、尺が長いというふうに思いますまあ、これはですね、まあ、出たばっかりということもあってアップデートの問題とか、ね、いろいろまあありまして、えー、ちょっとプレイ時間が長くなっちゃったっていうこともありますんでもう早速ね、えー、プレイしたところを見ていただきたいなまた今回はですね、えー、ちょっと普通に自分でプレイするというか 後半の部分に関しましてはもう完全に攻略をみんなで見ながらクリアしていくというような形取らせていただきましたんでね是非、えー、その点、えー、どういう風にプレイしていったの新しいホラーのクリアの仕方スタイルというね、えー、そういうのも見ていただければなと思いますでは早速ご覧いただきましょう、えー、帰り道の最終回の動画でございますどうぞこれが外に来ましてあ駅から出てきましたって感じかなで街並みに来ました バス停に行かないと歩いて帰るわけにもいかないしチャリンコちゃうんかいえーとこの辺りのバス停はどこだったっけどこだったっけとかでお前帰ってんの今これ何本だよこの鳥を完全にもう京都伏見稲荷っぽい感じすんだけど太平えこれ何太平悪霊はこれを嫌うみたい吸気で引き抜くことができます引き抜く ここれこうこう退散退散みたいなことこれで、ね、退散ってこうこれするやつあれかなんか賢く賢くなれ賢くなれみたいな感じであの頭の上にファ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 ってするやつこれお昔押されてますよおかんにファ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 って賢くなってな賢くなれ賢くなれ,れ言うて一切賢くならんかったけど一っ子一人言いいんやんほんで全然訳分からんとこ行ってるけど俺どこが答えかが分かってんか TTN って NTT みたいになってるやんこれ うお何何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 何お何何何おお何何何何お何何お何お何何何何お何何何何お何お何何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  バス停っぽいものばっかり置いてあって逆にこう窓はしている感があるんよあれがりなちゃんってことなで結局あなんかハテナあるあまたハテナあるちょっと一回ここで回復しようかよしなんかここら辺のホースみたいなのがあったうわっりなちゃんやりなちゃん私が4年生になった時くらいから朝早くから夜遅くまでお仕事するようになっちゃった主語がないよ 毎日いっぱいお仕事してるお母さんにわがまま言わないようにしないと。はいね、りなちゃんね。りなちゃん、賢いね、ほな。あ、コンビニや。コンビニエンスストアや。おコンビニエンスストア入れてくれません。あかん。んあ、ここバス停ちゃうこれ。あ、てかバス停や。バスに乗るにはお金が足りない。家に帰るにはあと400円必要。そお前そんな言うてる場合かまずそもそも400円とか。 俺400円足りひんから帰れへんのこのこの状況下でそんなこと言われてんのえちょっと考えてみてみる。こんなんに追いかけられてんねんで俺今めちゃめちゃ追いかけられてここは現実なのかいや現実ではなかろうという状況の中において400円足らへんから帰らへんって言うねんねん <laughs> お前ほんままともやなお前ほんままともに生きてきたんやろな あ、また、ここにりなちゃんいるで。りなちゃん、話聞かしてみ。お年玉をぜーんぶ使ってお菓子買おうとしたら怒られちゃった。ちゃんとお母さんにもあげるつもりだったのに、一人で食べちゃうと思った,たのかな。いや、知らんけど、それはりなちゃん。<laughs> そんなことはな。でも、お年玉全部使ってお菓子買うっていうのは、よっぽどの量ちゃう。分ける分けへんっていうか、そういう計画性のなさにお母さん怒ったんかもよ。 ちょっととにかく外周から潰していこう。外周から。お、また、あの、あの上にも、あの、あの上にもなんかある、ほら。え、2階あんのこれ、りなちゃん。りなちゃん2階はきついぞー。ほら、ねんねする前にね、お母さん絵本読んでくれるの。お母さん読むの上手なんだよ。うん。いい思い出もあるってことりなちゃん、それは。なにそれともな、お経みたいなの呼ばれたってこと ねえ聞かせてあの、な南無妙法蓮華鏡のお話聞かせてって言うてほんな聞いたかもしれへんな。もしかしたら、DV やったってことで行くとな。お交番、これ、デた助けてくれ。あ交番の近くなんかある。あ、りなち,ちゃんや。りなちゃん、どうしたんお母さんと一緒にホットケーキ作ったとっても美味しくて、また作ろうねって約束したんだよ。俺、りなちゃん、ちょっとしたマッチングアプリで出会う人よりも知ってるで、俺、りなちゃんのこと。 何やったんまたここになんかここになんかあるこの向こう側これなんだあっ、えー、リナちゃんやほらリナちゃんどうしたん風しゃべってんのお料理してる時にお母さんとお話しするの大好きお母さんにこにこして聞いてくれるからお母さんおり、ね、お料理好きやねんなどこでほんなお母さんあれやろリナちゃん嫌いだったんやろリナちゃんがなんかしたんちゃうもしかしたらどうやろう考えてごらん リナちゃんなんかあれおばあちゃんの財布から二万円取ったりとかした？ここのリナちゃんはもうチェックチェックアウトしたリナちゃんやからもうお前何やねんマジでそんなはるかカナタから来られたもう俺光のい色 <laughs>。お前ほんまちょいちょいほんまにこいつお前ほんま非常識やでさっきからマジで俺ずっと取り合たってるけどもうほんまおそ恐ろしくてあんま声も出せへんけどほんまに非常識やあいつ お前だからほんま非常識なことすんなってな今ルールにのっとってこの街灯の下俺つつましく生活してたやろ <laughs> なんでやねんお前ルールルールを守れてせやからルールおいルールをお前なんだお前は <laughs> お,お前お前何だいったいお前は 何のルールも守らへんやないかお前はこれを俺は振りかざしてたお前はそこから来れへんっていうルールで作っとるんちゃマオーンって言うて買いにほんだよ <laughs> これ振られたらマオーン400円とかなんか自販機のさ自販機にこうあれ入ってるとかない ?400 円こうまだ残ってるみたいなことないそれそれいう可能性にかけてみるしかないよなあなんか お100円やんえー、待ってこんな感じで100円あんのやっぱ400円がどうこうっていうよりでもやっぱり400円貯めようとしてる彼女がすごいわ命がかかってる状況下においてやで、ね、でもバスの運転手の命も守らなあかんねん彼女はバスの運転手の生活をしないです200円もう200円でなんとかもうもう分かった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 痛い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 ちよいちよいちい

でもルールは守らんといや,これや言うて俺同じとこ回ってるんちゃうこれ意外とだからあんま見つからんちゃうこれ400円俺がもうちょっとこういつもと違うところに行けば案外サクッと見つかるみたいなこともあるかも何でもありないよもうそうなってる <laughs> <laughs> こんなん来たらどうする <laughs> ほんまに実生活で。 新しく転校してきましたリナちゃんですリナさんですって言うてカ、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 って言うてんまおおんって言うて飛んできたどうする <laughs> あ、あったオッケーあと1枚300まで来てる300であと1枚 <laughs> 1> 俺が実は回ってるような建物に入ってるようでその建物は違う建物同じ構造のみたいな井上構造ちゃうで、ね、おっしゃったよし オッケー来た <laughs> これであとはバス行くだけやなほななあとはバス行くだけこれみんなのこの暗い暗い怖い時間もあーもうほんすぐそこやほらこれは来たのではこれちょっと待ってどうしたらいいここ待ってお金が足りない寝る寝るに家に帰るには400円必要やんやろえ家に帰るには400円必要やろ一二三四やんえなえ え、乗れへん俺、これ。え、なんで400円あるでほんで。あとったね。そ永遠に増えていくのこれ。家に帰るにはあと300円必要。あ、ここに、こう持ってくるって感じあと200円必要や。ほら。これであと100円必要。100円、まあ入れました、バツバツ。はいよっしゃうわ全然まだ終わりよらへん、ほんで。 わなばせいなか、てあざす。わなばせい。はい、おはよう。えっと、えっ、ー、と、えー、とだれたっけとにかく、えっ、ー、と、ちょっと寝ましたんで、寝はしたんです。違うと思う。はい。で、ここでセーブしたんかな確か。で、えっ、ー、と、この続きっていうことで、もうそろそろ帰り道に近づいてるんじゃないかっていう頃合いと思うんですけど、画面が非常に暗いですね。何かを置けるみたい。 何かを置ける。あっ置けたえ、いいんかなこれ置いて。これあのずいずず、ずーっとふふふ振り回してたやつなんですけど、こっちはいけへんのこれ。こっちも違うと思うもんな。え、っていうかこんなに暗かった俺これなくなったらほんともう追いかけ回されることになんねんけど。ただやっぱ帰り道今回はね、やっぱ前回が。んあっれやじゃんちゃうやじゃ,やじゃんやっほーやろれや,やじゃん りなちゃんゃんどうやって喋んのりなちゃんどうやって喋んの,ん喋んのあ、これりなちゃん喋れへんかもしれん。なんか。りなちゃんには喋れんし、上のゲージは変わらへんし、画面もなんか前よりも暗く思えるし、お金もないし。え、てか、らない鬼くらいで、ほんまに。でもゲージがさ、あ 何してんのうぅおおびっくりしたうぅうぅおお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 おわおおうおうわううおおうおおうおお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 おなんかおおなんかおおおいおもうおお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  じゃも,も,もでき、ちょ、いいかい、もういったよっ。なんだかなんだったなんだかんだった今のうち、今のうちにこの、なんか押してるやつ。あ、あ、オッケー書き取った書き取ったこの、この、残った全く分からへんけど、書き取ったえ、このまま進んでいったらいいのかん、ここれ何や楽録すですかなんかからん、もういいわ、そこはもう。オッケー、ここで一回。 よし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 。で、左側にも道があって、右側にも道があってっていう広い道なんやけど、じゃあこっちやろうって感じやな。この左側が多分潰していかなあかんと思うんだけど。うわ、なんかもうそろ績そやん、この道とか。ここで追いかけられたらもうひとたまりもないんじゃ、あれ。足の下くぐっていくしか多分方法ないと思うんだけど。ああ、ドア。ドア閉まってんの、これ。これ鍵でこれ。え でもなな何一つ見てへんけど、もうそれ大丈夫なんかなんあ、向こうに、ちょっと待って、なんか明かりある。これこ,こっちから行ってみたいんかあこに向かえばいいってことかこれこっち、え、これ俺が家、俺家探してんのよな、今。でももうちょっとで家ってことならへん。さすがにもうそろそろ俺終わりやと思ってんねんけど。こっちかもう魔王もこうへんようになってるし、なんか、ゲージ的に暗くても。 え、これが俺の家かあ、俺セーブするとこあるやん、これ。よしよしセーブして。ほんで、ここが俺の家ってこと何やねんな、おう。何この、なんか、体育準備室みたいな床してるけど、これ。じゃあさっきのドアは何やったんやえ。でも、ここ俺の家は近いともなんか住宅街みたいなことなんじゃないかなと思うねんけどな。奥に行けってことかな。多分、街灯、街灯をね。 頼りにいけってことやと思うんだけどここでまずえ、でも俺ゲージが今たまらになってるからなほー多分これな迷路みたいになってるけどずるっと回っとるんよほんで唯一一個こう広いとここれこっちのこんなんでも電車のとこちゃうのこれあかんかんかんかて言てるであかんかんかんって言われてもううっううん。っうんうん、どっちどっち見てていいのあかんどっち見てないか分からんうわ、ん、っうわ、ん、早く早く電車通って 早く電車取ってほしいなじうんってかああんかガタ言うたガタ言うてるガタ言うてるやっとガタ言うてるわなんかまぁ、あ、でもよどういうことはモテ電車が行くから俺これ左前にグルん回っていってグルん回っていった先でよし耐えた お、お、okay、それでいい、それでいい、それでいい。いや、これでいい、これでいい、これでいい。これで追いかけられながら、右側からぐるーん回っていきます。ここ。さあ、ここや。頼む。なんとか止まれろいけぐーーーまだあるんかよ、ほんで。もう、ムービーや思ったって、ほんで。いちいち VHS のやつをつけるなって、なってばよって。 で、もうちょっとで私家ですこれもういもう家あもうすぐだと思うんだけど思うんだけどって何やねん家どこだっけこの辺だとは,は思うんだけど何言うてんねんお前お前にとって家って何やねん掲示板やん35号棟に住んでいる女の子とは仲良しで毎朝窓から手を振ってくれるんだけど、うん、その子は2階に住んでるからここから顔が見えないんだよと 私はその子の塔の真向かいの塔に住んでいる。顔が見えないからよく見えるように、4階から手を振ってほしいと伝えた。な、何、掲示板で言うてんねん、お前。<laughs> この自治を良くしようっていうことで、これはあるわけな。そんななんかお前の私生活のなんかこんなことあったんよみたいなちゃうやろ。35号塔の2階に住んでる女の子が手を振ってくれて、え、て、え、て、やからボケ。 で、4階から手を振ってほしいと伝えてんけど、そのまま向かいにいるって。その35号棟っていうのを俺は調べればいいわけな、今から。いや、あれちゃうあの、あの、ほら、あの奥にあるやつ。あれ35号ちゃうこれでも、りなちゃんとかいるんちゃうここらへん。探したら。あー、ここにもなんかあるよ。35号棟に住んでる女の子とは仲良しで、毎朝窓から手を振ってくれるんだけど、もうお前さこん、同じこと書くなよ、お前。名前もない、前も。回してんのかチラシ回してんのかお前、これ。 あかん、これ、チラシ回してるわ。もうこれ、うちの組かハモになりましたんで、みたいな、チラシ回ってると一緒、これ。ごめん、そっちの方がわかりにくいか。例えの方がわかりにくいパターンやったいや、でもこれなんかあるはずやで、こんなに。広い。あ、ほら、りなちゃんおるやん、ここに。りなちゃんに、やっほーやん、りなちゃんほら。返してみ。返してごらん、りなちゃん話。んりなちゃんもう、しゃべりたくなくなったりなちゃん、これしゃべれへんの完全にバグや思ってるな、おじさんな。違うりなちゃん。 まあ、とにかく35号棟まで行くじゃあ、これやろ ?35 号棟の2階から手を振ってくれてる人がいると。こっちじゃないんかななんか、この反対側かなじゃあ、こう、問い面の、ここからなんか手を振ってくれてる人がいるんだと。しかしながら、その手を振ってくれてる人に4階から手を振ってくれっていうふうに言うたと。え、でも何のアクションもないけどな。って言うているこの問い面っていうのもあるけどな。 い面で私はここからは見えないって言うて,言うてる人もい,いねんな、それが2階がどうのこうのを言ったから、逆側の、反対側の2階のところも見てみる、じゃあ、41の2階、35号棟に住んでる女の子とは仲良しなやろ、もう知り合いで、毎朝窓から手を振ってくれてるんやけど、でも2階に住んでるから顔が見えへんねやと、私はその子の棟の真向かいの棟に住んでるんやけど、顔が見えないからよく見えるように4階から手を振ってほしいと伝えたって。 2階に住んでんのに4階で手を振るということ引っ越しさせる気か私の家だと思うえっそんなん言われても知らんやんへへへえ俺お,お前しか知らんでな,なんで俺に聞いてんのかが全然分からへんねんけどえっ何か情報で俺は今当たっていけってこと言ってるえせめてなんかさその何強盗って言ったってお前強盗は結構あるわけであってさ 4階えなんかじゃあこの、この建物の4階で、4階でっていうか、本物は2階に住んでんねやろ。で、4階から手を振ってほしいって言うてんやろ。だからそれをしてみる、じゃあ1まあ、このこの建物がとにかく35号棟やねで、こっちもこっちもありうるわけや。その向こう側もありうるわけよ言うやん。だこ,こっからまあバーって上がっていって、これ1階、2階、3階、4階やから、まあだから、まあこここ,この、この、なんかあの、階段か、踊り場から、これ4階やと思うねここ。 ここら辺からどうほら。あなあほら。でこい、この野郎、お前は。ここが俺のここが俺のてこ,このいいとこないこれこ。これが私の家やと思うんだ。うん。鍵が合わない。ここは私の家じゃないみたい。それとも何その顔が見えないから4階から手を振ってほしいと伝えた側の人の,のとこ当たるってことこれは。 とすれば、この建物の真向かいはこっちかあっちかいしかない。まあ、こっち、とにかくこっち側の2階とか、このりなちゃんのいる建物のとこね。2階とか、そこら辺当たってみるここら辺。でもさ、これこっち側からは向こう側を覗けへんわけでさ。これ2階違うな。だからもっとわかりやすいと思うね。もっとこっからこう覗けるみたいな。そういう位置取りの、おーお前すごい動きしたな、今。完全にプレデター隊の動きしてたけどな。 もう片っ端から鍵さしていくってどうやろうこれもう片っ端から鍵さしていって答えちょっと探してみようかなと思ってんだけどショートコントルパン三世が広島の人だったらババババラバラバババンバババババンドラドラゃけんじゃけんんじゃけんじゃけんなハ <laughs> よかったた新しいネタできたそもそもこれはこ誰と誰の会話なんかっていうのが分かってないねりなちゃんとというかそういうことになってくるのか。かここは俺の家ではないんじゃないか。もうこいつがどうなんやろうとか言うてる時点でもう違うやろさすがに。家ではないやろ。し家とは呼ばんやろそれを。これも答え見るってどう逆に。もういよいよ。だって俺全部のドアに。 あれやで、鍵差し込んでいったやね、この女全部のドアに鍵差し込んでいって分からへんままやねんよ、これ帰り道小島店員35号棟なんですよぶん私は、うん、2> の2階なんだよねうんそう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 でも35号棟にはいっぱいだもんな35号棟は1個だけこれ以外ないんかなヒントが それ以外ないよ、35号棟の2階には4部屋あるんだよな。そう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 。そう,そうで、その35号棟のその近くに、りなちゃんがいるんよ、兄さん。35号棟の向かいの4階だ。35号棟の向かいの4階なの,の,の4階なの。ってなると、窓からでしょううで、こっち側には窓はないから、一<う>回セーブしていきたいですね。<う>家間違えちゃったらな、うん、間違えたらゲームオーバーとかありそうだしな。 あ、ないねんそれもう俺全部のドアやってん兄さんもう全部のドアに当たりつけとるんよこっちはこれがまず2階3階で<う>これ4階かうんそうそうそう,そう看,板か看板ないんだな看板看板なんかあの組事務所だけやで兄さん家に看板はないよ大体、うん、しかも自分の家が分からないという記憶喪失状態うんそうやねん、まあ、敵も来ないからちょっとぐるっと回ってみよう だからもう、ある意味敵やねん、そいつも。結局、俺らからしたら、もう俺ら敵なんよ。結局な、兄さん。35号棟が2件ある、日さ35号棟が2件あるって、お前、35号棟ちゃうやろ、ほんな、お前。そんな30までナンバリングしてんのに、それ2件あるって可能性ある兄さん。調べれへんだ、こんなの。あんだよ。そうやって、兄さん。それ、だから、さっき言ったら、一発勝負かと思ったわ。やろ俺もそうやって、兄さん。ところが、そうじゃないみたいなんや、どうやろ。 やろうじゃあ、そう当たりでいいじゃん。だから、そう当たったんよ、お兄さん、もう俺は。そう当たってから、兄さんのこの生放送を見てんねよ。そういう感じかーやだよね。意外と肩すかしちゃった。うん、どうお兄さん。そう当たりでいいんかい。いけた。うわ待って、いけたって、兄さん。え、嘘待って、なんでやねんなんでやねんじゃあ、なんでやねんなんで俺の、なんでやねんなんで兄さんいけんねん、それで。おっかしい話しょんの。って、今、兄さんはずっとここら辺、ゴロ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 回りながらな。これ、これが35号棟やねん。ほんで、 こうヒントがあったと思うんだけど、これが35号棟な。35号棟の2階に進んではんねん。これまあ見てわかると思う。35号棟のえ女の子は2階に住んでて仲良しやねんな。で、窓から手を振ってくれんねん。ほんで、その真向かいの4階に住んでんねん、そらく。私は。だから4階から手を振ってほしいと言ってる。すなわち、言い換えると、この2階のどこか、この。 建物の2階のどこかに、その女の子が住んでんねん。それを、この上の4階から見ているから、顔が見えないんだって言うねん。その4階、だからこ、この人は書いたこの人に関しては私じゃないよ。書いたこの人に関しては、ここの建物の4階にいるってことで、今、兄さんは、ここら辺ばーって走って、鍵をひたすら差し込んでいってた。で4、4階で、こう、わーって階段こう上がって、1、これで、えー、今何階かわからんけど、まあこれ、これで多分4階、これよく4階いっちゃうか ここよ、ここよ、回かえちゃんうここ、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 ここ。きた。<laughs> ただいま。ん俺、鍵差したと思っててんけどな、ここ。うんどうしたなんでそんな、ウィッシュするみたいな体勢とってんのめっちゃほんで、もっさ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 動きよる。んなにこれ うわ最後の最後だけびっくりポイントじゃいやだから多分窓から見てるっていうからなんか覗くんやと思うねん窓からバーって見てあのあれするんやと思うねんけど違う手振っての確認するんやと思うねんけど違うあここじゃないと思う俺ここやと思うねこの一番奥この一番奥の多分あこの部屋に多分これがまあ俺のあハムスターやんこれハムスターやしこれあこれ最初に見た映像や一番最初に これ、れこれここちゃうだから、ここのこの向こう側から見えるとかそういうことちゃうんちゃうんかなこれ。怖っなんか知らんけど、めっちゃ怖ないなんか知らんけど。え、どういうことやろこの部屋、うわっっ、うん、この部屋やってことは分か,分かんねん。この部屋が俺の部屋やってことは分かったけど、窓からって、なんか、のっそりしか動けへんのよ、なんでか知らんけど。ジャンプもできひんになってる。 こっちかこっちから手振るんかここ空いてるし。ここかえ、なんか妙に怖ない。なんか妙に怖いねんけど。あか、俺兄さんのやつでもう見ようかな、一回。いや、怖すぎるわ。うわ、なんか俺、こんなん、ほんまに、いや、こういうの、なんで急に追いかけろよ、もっと俺を。え、なんでなんでシステムが変わってしまうんえ え、めっちゃ怖ないなんか俺、いやこ、こういうとこからバーン出てくるとかめっちゃ怖いねんけどま殺風系ないやなぁ兄さん、そこ怖いでなかってことは窓から手振るんか、三十五通りにそうそうそう、絶対そうよすごい寒そうか、大丈夫風邪ひいた寒いんか、これ寒いっていう感じでも半袖着てるから寒い時期じゃないんじゃない兄さんあ、兄さん、今、着々と進んでるで大丈夫、おぉ、ドラム型洗濯機や日立のドラム型洗濯機ですね、うん、それはいいわ はい、イタチ。ドラム型洗濯機。さあクライマックスっぽいぞ。さあ、どうくる兄さん、そこ、長さんといて。今の部屋の、今の。朝、仕事に行かないと。じゃ、本当だ。そんな曲、を知らんけど。仕事って言ってました。よね兄さん。お、うちは東芝ですね。うちのドラム型洗濯機は東芝。俺、ドラム型の部はいい。って兄さん。あれう、窓、んもないぞ。そうやろアイテムは、かい。兄さん、だから、そうなんよ。なんも、そ、それが分からへん。のよ兄さん。 キッチンの大きさの割に冷蔵庫がすごいちっちゃいっていううんそれはええけどな,な兄さん兄さんもうでも終わりやでやそれそれ兄さん生放送終わってまうでお<っ>でもそれとうとうだお母さんあっまたってんてんてんわかった兄さんありがとう兄さんのおかげでなどはつかめたわどうやらこ,ここ関係なくこんな左側のこの扉のここにトイレがあるんだけどこのトイレにしゃべりかけるみたいほら お母さん、いつ帰ってくるの寂しい。なんでそんなことこで言うてんねん、お前。うわ、怖っいや、絶対バーンって出てくんねんって、なんかもう、ほんまに、アホの一本上詞みたいに手、バーンとかなんねんって、絶対。ってことはってことは、あこでお母さんに喋りかけたってことは、この風呂とかでなんか喋りかけるとか、そういうこと。 ピンポンになったな、今な。ピンポンなりませんでしょ。えはい。どちらさんですかお母さんですかね、こ、インターホンこっちインターホンこっちかなインターホン。うわっうわっうわっうわ何がいい何がいいえ、何,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 何 え自分の部屋だふと入り口に目をやるとゆっくりドアが開くお母さんだ何言うてんねんはっとした顔をしてこちらに近づいてくるえあんたどうしたのその腕大丈夫あんたもしかして待ってて今手当てするから慌てて部屋を出るお母さん え、何じゃあ先っきこガッガッガガってなったのはお母さんやっ,たってことそのジャネット・ジャクソンみたいな髪型してんのがお母さんってことやろ視線を落とすと血だらけの腕と赤く染まったベッドが目に入る。そうか私。えどういうことみんなは分かってるんこれちなみに。救急バッグを持ったお母さんが部屋に戻ってくる。 よほど急いで取りに行ったのか、廊下にお母さんのカバンの中身がぶちまけられているのが見える。ふぅ。思わず少し笑ってしまう。これ、自分でやったのやったのなんでこんなことを腕を見つめながら丁寧に手当てをしてくれるお母さん。こちらの顔を見ることはない。お母さんの顔をじっと見ていると、目が潤んでいるのが分かった。嫌なことがあったもしかしてお母さんが。 そこまで言うと口をつぐみ何かを我慢するお母さんお母さんがお母さんのせい寂しくさせてたお母さんのこと嫌になった意を消したかのように口を開いたお母さんの目からは涙が流れていたお母さんの涙なんて今まで見たことがあっただろうかいつもしっかりしてバリバリ仕事してて強いお母さんそんなほどそんな何しお母さんが泣いていることに心がぎゅっとなった ごめんねここまで追い詰めてごめんね私は思わずお母さんを抱きしめたそして一緒に泣いていたリナ大好きだよそういったお母さんの言葉はすごく温かくて知っているそういうのがやっとだったあの子は何だったんだろうあの子は私と同じいや私よりも重いものを背負って 私はもう大丈夫。そう思える。私にこれから何ができるだろうか。いや、何ができるかではなく、何をなすかなのである。 さあ、ということでいかがだったでしょうかね「帰り道ザナイトウェイホーム」というね、ゲームでございました今回はもう珍しいと言いますかねもうこれ前回にも言ったと思いますけれどもあの追いかけられる系のゲームということで、うん、こちズワトさんのゲームってね、えー、いろんなまあジャンルっていうわけないホラーゲームしかないんですけどそのホラーゲームの中でいろんなこうバリエーションを見せてくれる。 ま、今回は追いかけられる系、ま、一番最初の方かなに出たあの赤マントっていうゲームとかもね、追いかけられる系のゲームだったかなというふうには思うんですけれども、私はもちろんやったことないからわからないんですけど、それがまあちょっと戻ってきたみたいな感覚なのかなというふうに思いますね。ま、もうこれはね、好き嫌いみたいなものはあるでしょうけれどもね、ぜひ気になった方は、この帰り道、また、チラズアートさんのゲームをね、プレイしていただければなというふうに思いますし、ぜひえー気になった方は、兄さんのね、小島店員さんの動画もね、 ご覧いただければなという,ふうに思いますと言いまますすとことで、えー、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた違った動画や生放送でお会いいたしましょう。それでは皆様本日も一日お疲れ様でした。